三味。なぜこんな加工をしているかって、それは今日のラッキーアイテムだからだ。恋愛マスター4曲のマイホーム占い、これが驚くほど当たるんだ。ラッキーアイテムを身につけておくと、意中の彼女からメールが来た。今日は痛いな、立てよ。来た。マイホーム占いはその名の通り、1分ごとにラッキーアイテムが変わる。プロフィールを登録すると1分ごとに自動的に占いが送られてくるのだ。ラッキーアイテム、冷蔵庫、冷蔵庫、冷蔵庫を身につければ恋愛運上昇。身につけて片思い中の彼女に告白の練習を。冷蔵庫を身につけるってこの占い大丈夫かな。まあいいか、さてはいいかな。夜景が綺麗だね。でも君の方がずっと綺麗だよ。初めて会った瞬間、僕は恋に落ちたんだ。君の美しい瞳に僕は虜になった。いい感じだ。もっと恋愛をあげなきゃ。君のことしか考えられない。僕と付き合ってください。明日は三人の家に行っていい。
不具合でずいぶん前に配信ストップしてるよ。え？もう送られてないはずだけど。あ、そっか。これは何だった？まあいいか。大事なことを見失っていた俺に誰かが気づかせてくれたのか。この不思議な出来事の原因は分からなかったけど、俺の中で何かが大きく変わった。そんな不思議な体験だった。本当に必要なのは少しの勇気だけだったな。